今日はクーニンズのエース川上 VS クーニンズ打撃陣の対決をお伝えいたします。最近公式戦で打たれることの多い川上、新たな抑え方を求めクーニンズメンバーと対決するも、先頭バッターのゴリポン、入りはフォークボール、キャッチャーイカイダはボール判定、実際はストライク臭いですが2球目、カットボールを捉えました。ゴリポンの目の覚めるような一発。続くバッターはクーニン、その初球カットボールで入ってきました。まっすぐフォークが強い川上、クーニンはいつも中間球のカットボールにタイミングを合わせて臨んでいます。がしかしここはちょっと潜りすぎました。カットボール空振りの後に3球目、カーブを捉えました。センター前ヒット。多分カーブやろ、カーブ狙ってた、あっちカーブ狙ってました。3番バッターは沖田、沖田には入り外のまっすぐを見せてきます。ここもまっすぐを続ける、高めに浮いてしまった。起きた、まっすぐを完璧に捉えホームラン。いやいや真ん中寄りということもあり、さすがの沖田。4番は小野寺、小野寺には初球フォークボールで入ります。いい当たりもファーストライナー、ナイスポジショニング。なんでこんなとこ立ってるの。さあそしてチーム三冠王の関口を迎えます。強打者に対して川上パワーカーブから入ってきました。今日のフォームは打者のタイミングをずらすべくゆったりとした足上げからの投球動作、ここは外のフォークボール空振り、フォークボールの強い川上、その決め球となるフォーク以外にもフィニッシュを模索しています。ここはフォークボール続けました、ライトフライ。さあそしてもう一度小野寺、高めのまっすぐ強振していくもファール。さあここで変化球のサイン、フォークボール、そのフォークが甘めにいってしまいました。高めに浮いたフォークをライト前ヒット。小野寺ピッチャーの失投を逃しません。小野寺どうでした。やっぱり自分の好き嫌いで言うとコントロール悪いピッチャーの方が嫌なので、フォームが綺麗なのでこうちゃんとこう合わせやすいというか、なんかガチャガチャしてないのでそこがいいところでもあり悪いところでもありっていう感じかなって思います、個人的に。味方やからさあれやけどさ、川上を打ちにくくするならどういう感じになったら打ちづらいと思う。そうっすね、イムチャンヨン。フォーム的に、フォーム的にあれが多分一番打ちづらいと思います。球速いんで、あれ、まあ、疲れると思うんですよ。あれが一番多分打ちづらいと思います。さあ関口も2打席目、先ほどはフォークボールにやられた関口、まっすぐにやや差し込まれました。
フォークボールを捉えました。ライト前ヒット。先ほどやられたフォークボール、関口狙っていました。川上落としたところは悪くないも、うまく拾われました。関口立ってみてどうでしたか。まあやっぱフォークは強烈ですよね、うん、打ちやすさでいうと、まあ、好きではないですね。川上さんは打ちづらい、やっぱフォークがコントロールいいんで、うん、まあ、指にかかったときはいい球なんですけど、かかりきってないときはちょっと打ちやすいまっすぐなのかなっていう気持ちはありますね。あとはやっぱ、まあ、細かいコントロールが、どっちかって言ったら川上さんアバウトタイプだと僕は思ってるんで、細かいコントロールがあれば点取らないんじゃないですかね。以上です。さあそして最近クーニンズの1番を打っていますケイスケ。ケイスケはインコースのまっすぐ捉えました。ライトクリーンヒット。タイミングはやや合っていないようにも見えますが、ヒットゾーンに飛ばしたケイスケ。どうでしたか。確かに、なんか矢内さんみたいに嫌な感じはあんまないですね。ないでしょ、はい、なんとなくタイミング全部合うことは、はい、早いですけど、合っちゃえばっていう感じです。逆にどういう風になったら嫌かな。なんだろう、何なんですかね。タイミングは取りやすいですね。取りやすいよね。取りやすい取りやすい。なんかまず本当に矢内さんが取りにくすぎて取りやすく感じます。さあそしてチーム内打率2位の幹事。ボール、幹事も高めに浮いた変化球捉えました。ライト前ヒット。高めに浮いたカットボール、強振。幹事、はい、川上立てみてどう。意外と打てました。タイミング矢内と比べてどう、取りやすさは。いや川上さんが取りやすいですね、やっぱり。そうよね、はい、何がちゃうんかな。矢内は逆になんで取りにくいんだ。矢内さんなんか何考えてるか考えて、あ打席立てる時川上逆にこれ行きそうやなってなるんや。なんか川上さん変化の時ちょっと早くて、変化分かるのが、なんで矢内さん最後まで何変化が分かんないんで、手元まで。でもその違いだと思います。球種が絞れちゃうってことね。そうですね、これが来るやろうっていうのが。キレはめちゃくちゃ川上さんいいんですけど、なんか変化の時すぐ変、矢内さんよりももっとマウンドぐらいマウンドで変化するんで、意外と見極めやすいというか、矢内さんの方がなんか手元ですごい変化してくるんで、それがなんか違うタイミングの取り方、取りやすさになってるんじゃないかなと思ってます。ここまでボコボコに打たれている川上ですが、その中でも配球を模索。左バッターに対してインコースのカットボール、そして外のややシュート回転したまっすぐ、それをもう一球続けました。まっすぐを意識させ追い込んだ後はパワーカーブで三振に取りました。フォークよりも目線の外れるパワーカーブで空振り三振を奪った川上。さらに右バッターに対しては外スラでストライク、もう一球来ました、スライダー。追い込んだ後今度はパワーカーブ、そしてまっすぐ。イカイダ完全に振り遅れています。最後もパワーカーブ、フォークボール以外で抑えました川上。さあそしてフォークを打たれた関口に対しては、インコースピタピタのまっすぐ、
そしてフォークボール。よし、ここは川上、打たれた関口にフォークでお返しか。外に落としました。フォークをシンカー気味に落とした川上。もともとは野手だった川上、空人数入団後軟式野球からピッチャー本格転向で未だ成長中。さあ、そしてここでイベントの告知です。11月4日の月曜祝日10時から13時の間で、元阪神タイガースのエース能見さんと一緒に野球運動型イベントを行います。こちらは大阪市長井公園で行われる MBS ラジオ秋祭りのイベントの一環として行われます。毎年4万人が来場するこのイベント、その会場に隣接する野球場でキャッチボールクラシックやスピードガンコンテスト、打球速度コンテストや、その他ベースランニングリレーなど運動会のようにプログラムを組んで少年野球の皆さん対象に実施します。また打球速度コンテストでナンバーワンに輝いた選手には約4万5000円相当のマルチのワニクラッシャージュニアがプレゼントされます。応募はこちらから、動画概要欄にもリンク貼っておりますので、お近くの少年野球チームの方はふるってご参加ください。